政府が福岡県を緊急事態宣言からまん延防止等重点措置の対象に切り替える方針を固めたことを受け、服部知事は今朝、解除後、制約付きながら飲食店の酒類の提供を認める考えを示しました。経営の状況、実態というものを考えたときに、やはり一定のお酒の提供を認めるということが必要であろうかと。 服部知事は20日で緊急事態宣言が解除された場合飲食店の酒類の提供について人数や時間などに制約を設けた上で容認する考えを示しました政府内では原則提供は午後7時まで営業は午後8時までの方向で調整が進んでいますまた来月11日までとされるまん延防止等重点措置の対象区域については 各市町村と協議して決定するとしました。